皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本日は指導論、テーマとしては、練習メニューの作り方について考えていきたいと思います。練習メニューなんですけども、まあ、いくつか、パターンがあると思っていて、で一つ目は繰り返すことで身につく、クローズドスキルですね。まあ、ドリルのトレーニングなんて言ったりします。まあ、ドリブルの練習だったりボールタッチだったり、まあ、リフティングなんかももしかしたらその部類に入るかもしれません。で、二つ目として、他のチームやメディアで見たメニューを、まあ、取り入れてみるというのもあります。僕結構この他のチームがやってるメニューを、見てるのはすごく好きで、どんなことをやってるのかなっていうところだったり、まあ、それによってどんなことを改善したいのかななんてことを想像しながら見るのはとても楽しいです。で、また今やっぱりメディアがすごく発達していて、昔だと本で見るしかなかったんですけども、やはり今インターネットでいろんなこうメニュー、トレーニングメニューを紹介していたり、まあ、当然こういった YouTube、まあ、僕のチャンネルもそうですが、YouTube なんかで、こんなメニューあるよねっていう紹介を見たりして、それをまあ自分のチームでやってみるというのも、いいかなと思います。三つ目としては、試合で改善したいスキルや場面を切り取って、まあ、練習してみるというところです。まあ、これある意味は、全く練習メニューないゼロの状態から自分でイメージしてこういうことを再現したいなっていうことをやっていくっていうことなので、まあ、ちょっと難しいかもしれません。ただ、考え方が分かると、こういったこともできるようになってくるかなと思うので、まあ、特に今日は2番と3番について、練習メニューを作るとき、考えるとき、もしくは修正するときとかに、どんなことを考えながらやっていったらいいのかなというのを僕なりの、ところとしてお話したいと思います。で、今日の、内容は、まあ、一つ一つのこの、切り取っていくと、それだけでもう2本3本動画が作れるぐらいなんで、今日は、まあ、全体のこう、イメージとして、全体像を見ていきたいなと思います。一番の、繰り返すことに身につくクローズのスキル、このドリルトレーニングについては、今回はちょっと対象外として言います。まあ、僕の動画の中でここにオープンスキルっていつも書いてあるのは、基本的にこの、一番のクローズドスキルの練習というよりかは、オープンスキルの練習として、メニューを組み立てるというのがいつもイメージとしてやっているので、今日はオープンスキルの、練習メニューの作り方を考えていきたいと思います。では、まずは、MTM で考えていくというのがまず大きな括りです。この青のところですね。M、マッチ、で T がトレーニング。それで次のマッチ。前回の試合の時に出てきた課題を、何なのかなっていうのを抽出したいんですね。試合を見ている時にどうやったら勝てるんだろうとか、点を取られないとか、点を取るんだっていうところを、その試合をどうコントロールしようかっていうのは、実はコーチの役目としてはほぼゼロに近くって、やはりその試合の中でどうスキルをアップさせていこう、もしくは、その出てきたものって何かな、次の試合のために課題を解決するのはどんなところかなっていうのを考えることの方がよっぽどコーチとしてやるべき仕事かなと思っていて、でその出てきた課題に対してどうトレーニングしていくんだというところ、でそれに対してそれをトレーニングした結果を次の試合でどう改善したのかなっていうところを見るというのが、やっぱりコーチとしての大きな役目かなと思います。では続いては、まあ、その何かやりたい、例えばシュートの改善だとか、まあパスの改善だとか、まあいろいろあるとして、例えばシュートの改善だとした場合に、シュートというテーマをに対して、その1日でウォーミングアップ、トレーニング1、トレーニング2、ゲームという形で、これ一つの一貫したテーマの中でやっていきたいなと思っています。まあウォーミングアップは走って、トレーニング1でシュートして、トレーニング2でドリブルして、じゃあゲームだってなった時に、ゲームの時に何を表現すればいいのかが、ここがブレてしまうと、結局、せっかく課題を抽出して、試合の中のある場面があって、その場面を切り取りたいんだけども、練習ではその場面をいくつもいくつも置いてしまうと、結局切り取ってないことになってしまうので、まあ、一貫したテーマの中で、この切り取った部分を少なくともあと一歩でも、レベルアップさせたいというイメージで、作っています。で、メニューを考えるときに、まあ、この他のチームやメディアで見たメニューから作っていくっていうのも非常にありなんですね。で、例えば、まあ、他のチームだったりメディアがでやってるメニューがあって、で、まあ、それがそもそも何のメニューなんだろうっていうことを考えていきたいと思いますね。で、まあ、カテゴリーとして、例えばドリブル、シュート、まあ、パスコン、ポゼッション、フィニッシュの改善、攻守の切り替え、個人守備、グループ守備、ゴールキーパー、まあ、いくつかのカテゴリーがあったとして、このカテゴリーでやってるんだなっていうことをまずイメージすることと、で、それによって身につくスキルっていうのが技術なのか判断なのか、コミュニケーションなのかフィジカルなのかメンタルなのか、ここをやっぱクローズアップしといたがいいと思います。で、理由としては、まあ、
このメニュー、なんかうちのチームに合ってるんじゃないかなっていうことでメニュー取り出してやっていったときに、まあ、それが例えばトレーニング2だとした場合に、じゃあそのためのトレーニング1って何だろうって考えて、で、そのためのウォーミングアップって何だろうって考えるときに、まずこのカテゴリーさえぶらさなければ、そんなに、まあ、テーマとしてはぶれないかなということと、例えば、その、トレーニング2から逆算して考えていく場合には、その、このスキルを、まあ、例えば一つ技術的な要素だけをこう、やっていくと。まあ、シュート練習があって、まあ、ゴール前の、競り合いに負けてるんだっていうところで、まあ、競り合った中で、シュートをボレーを決めていくんだっていうものがあったとしたら、テーマとしてあったとしたら、まあ、それがトレーニング2になると。そしたら、そこには対人のプレーをなくしてあげればトレーニング1になると。で、それに対してもっと技術にフォーカスして、例えば、まあ、しっかり当てるっていうことをウォーミングアップにしようというような形で、余計なものを削ぎ落として技術的にしていって、それを、まあ、体を動かしながらっていうことであればウォーミングアップにできるかなと思います。逆にシンプルな練習だな、でもこれは面白そうだな、やってみようかなと思ったのをトレーニング1に置いた場合に、じゃあそれをさらに複雑にさせていく、もしくはゲームに近づけていくっていう時にどうしたらいいのかなっていうのが、まあ、この要素っていうところがあります。で、サッカーの要素っていうのがどんなものかなっていうと、まあ、一つは、まあ、味方がいる。で、相手がいる。ボールがある。ゴールがある。ゴールがあることによって方向が決まっていく。で、あとは、ピッチサイズがあって、時間があって、まあ、あとはルールがあって、みたいなところが、要素になってきます。で、例えば、まあ、うん、まあ、ウォーミングアップから考えても、トレーニング1から考えてもいいんですけども、そこにちょっと複雑にして、こう、またさらに、次のゲームに持っていこうってなってる時には、この要素をちょっと追加していくと。まあ、例えば、まあ、シュートっていうところで行くんであれば、そのシュートに対して、味方を一人入れる。パスの中でシュートが生まれる。でもいいし、相手を入れることによって、そこに対人の要素が加わるかもしれないし、まあ、ボールを抜いてしまうと結構、ウォーミングアップ要素に近づくんですけども、まあ、例えばそうですね、対面で蹴ってたっていう技術の練習だったところから、まあ、方向をつけてみると、まあ、ゴールを入れてみると、それでスキル部分の技術の部分が高まる、求められるものが高まるかもしれないし、ピッチサイズを狭くすれば狭くするほど、かなり丁寧な技術、繊細な技術が必要になってくるので、そこでもかなり、ハードルは上がってくる。まあ、広ければ広いほど、楽にはなるんだけども、例えば、広くすることによって、フィジカル部分が、やっぱり走らなくちゃいけないっていう部分が上増えるんであれば、フィジカル部分が上がるし、人数が増えて広くなることによって、いろんな人が同時に動くことによって、そこに判断の要素が加わる。みたいなこともあると思います。今みたいな話が、オーガナイズっていうふうに呼ばれる部分です。ピッチのサイズ。じゃあちょっと グリッドを作ってみよう。5メートルかける5メートルのグリッドを作って、じゃあやってみましょうって言った時に、ちょっとうまくいかないなっていう時には、多分そのピッチサイズが違う可能性があるんですね。それを5メートルじゃなくて6メートルにするだけでも、全然変わってきたり、します。4対4でボールを奪ってパス回しをする、パスゲームみたいなゲームがあった時に、なんか、4人と4人だけど、2人ずつぐらいしか、プレイに参加してなくて、残り2人はぼーっとしちゃってんな、みたいな時は、まあ、例えばボールもう1個追加して、ボール2個で4対4なんかやると、その4人が同時に常にこう周り見なくちゃいけないし、まあ、オフザボールにどうやって考えるんだっていう、休んでる時間ないよね、なんていうところの要素も加わって、スキルとしての判断の部分がかなり、上がってきたり。といった形で、まあ、ゲームに近づけたいのであれば、この要素を、まあ、追加していくというのも一つの考え方なと思います。で、それこそがまさにオーガナイズ。どのぐらいの要素を追加するか、もしくはどのぐらいの要素を減らすかっていうところを考えていくことによって、トレーニングのメニューの効果を上げていくといったような考え方になります。はい、ということで本日は指導論のお話をいたしました。今日は実践編はないんですけども、まあ明日からの動画として4本連続で、まあこの一つの一貫したテーマという中で、ウォーミングアップ、トレーニング1、トレーニング2、ゲームという形で流れて、4つの動画を作ってちょっと、連続で、アップしようかなと思います。では次回の動画もお楽しみに。ではまた。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタン、お願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それでは、またお願いします。